はい、それでは総務会についての報告をいたします。最初に谷垣総裁よりご挨拶となりまして、代表質問それぞれ、あとしっかりやっていただいたと、まあ、来週から予算委員会で具体的なまた議論を詰めていきたいということで、またしっかり予算で頑張っていきましょうという挨拶がございました。それから幹事長からまずは報告として、タイの洪水の被害に対して、議員からタイとトルコの大使ですね、議員からそれぞれ5000円ずつ1万円の補助を12月最初より引き落としていただくということ、東北大会につきましては毎年1回総務会の期を経て総裁が招集するということで、1月の22日の日よりグランドプリンスの新型で開催を了承したということであります。それから党大会の人選運営員の人選も合わせて了承をいたしました。次に人事案件につきましては、また後で入りいたしますが、その件の報告と了承をしました。そして、国体からの報告ですが、これにつきましては、昨日まで日程調整を行ってきたということで、決まったのは11月7日在庫高等の出資説明の本会議、これ質疑を行わせるんですね。それからその後予算委員会を審議させると。そして8、9、10で予算委員会を行って10日には締め切り総括と採決をしたいと、同時に関連委員会で審議を行って採決をして、本会にも10日に行いたいということで、基本的にはこれを了承して、それから11日の衆議院で午前中、参議院でもう集中 TPP に関しての集中審議を行うということ、基本的には了承ですが、その前提としては三党協議が整うということが前提になっておりますので、今後の三党協議次第で最終的には決定する。ただ、まあ、この話し合いの中でトータル予算委員会が23時間30分ということで、まあ、最初から24時間ということを強く要望してましたので、ほぼそれに近いということで答えますので、まあ、一応その差し入れができたということであります。協議ができたということであります。それから予算関連法案については、民主党の方から与党側から10本挙げたいということでございますが、これはかなり乱暴な話でありますので、ある程度絞り込んでいきたいと。それから決算委員会での小委員会を設置して仕分けを行うことを決めましたので、これについてはアピールをしていきたいということで、参議院の方からは先ほどまで代表質問を行って終わったということで、 TPP の集中審議が先ほど通り11月11日の午後に参議院では行う、それから予算委員会のこの補選の審議については11月の15日からを予定をしていくと。それから松原国交副大臣が拉致特区で答弁をしたことを したわけですが、この点については法律的根拠が全くないままの答弁だったことを期待して、また総理答弁も泣き並みの答弁だったということで、今後も問題視していきたいということです。次に政調会議の23年度3次補正予算の果たすべきポイント、これにつきまして、ちょうど政調会長がこの後記者会見を開くということで、その報告を聞いていただきたいと思います。その他でありますが、いろいろとこの増税案に対する意見、あるいは今後の TPP の問題、できるだけ早く結論をというような話がありました。それからあとは郵政の点についても皆さんの意見があったわけでございますが、この
党として、明確な結論を出すべきだというような意見がありまして、まあ、これについてはそれぞれの今部署で議論をしていますので、近いうちにその結論が出るものは出る、まあ、これからやるところもありますが、そういった点で我が党としてできるだけ明確な結論を出す必要があるときは総理にやるべきだということで、まあ、それぞれの意見を引き取ったことになりました。それから政調会長より報告で三党協議につき、それから、予算案についてのこの採決については執行部中ということで、決定を了承いただきました。それから政調会長より三党協議の内容の報告がございました。それについて我が党からはまた政調会長から報告があると思いますが、特会の設置、それから召喚期間、これはまだ特会についてはだいぶ歩み寄りができたということになりますが、召喚期間はまだかなり隔たりがあるということ、それからいわゆる 4K のマニフェスト違反のこの子ども手当とかそういうものから出たものについては高財源にするのではなくて、やはり今までの赤字の公債の埋め合わせに使うべきだということで、まあ震災があったからマニフェストが実行できないという言い方をしているようですが、それは全く違う。それはそこで生じた財源は赤字公債にの穴埋めを使うことが筋だということの申し合いをしているということでございます。で、三党協議での召喚期間につきまして、これについては一応総裁に一任ということで了承も得たところでございます。以上であります。ご質問はございますか。はい、どうぞ。こちらですけれども、はい、総会でその増税と TPP についてもいくつか意見が出たという話ですけれども、どのような意見が出たのかご紹介いただけますか。ですね、まずは増税については出会うべきではない、もう国債で十分であるということの意見が出たりですね、 TPP についてはやはり早い結論を出して出すべきだと、自民党はどうするか、いろんな地方地元でもそういう声があるので、早く結論を出すべきだと、自民党としてのやっぱり考え方をですね、明確にするべきだということが考えられます。まあ、これについては最後に小村総務から我々の TPP の委員会を金曜日ですね、10時からですか、基本的なまとめができればということで、すればまあその後また直近の総会で議論しよう。意見の仕方ですけれども、合わせてその郵政についても2、3意見があったんですが、具体的にどういう、郵政の我々、出たのは今回は議論をすべきではないというか、三重が今の状況で対応すべきではないという意見もありましたし、それについても別な意見として、特に郵便のについてはユニバーサルサービスということをしっかり訴えてきたのから、そのことを踏まえて、我々の考えを明確にすべきだというような意見がありまして、それは意見を聞きに置くということで、今後我が党としてもその議論をどうするかというのはまだ今の体制になってから決まっていませんので、ここら辺は政調会長のもとで検討をしていたということで、私が聞きたいでした。NHK の中心です。
次はその担当協議の召喚機会については総裁一任ということですが、これはその予算関連法案の採決にあたって一任取り付けということではないんですか。よろしいですか。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。